チームメンバーが9人、黄色生まれ。あ、なんで皆さん、マジか。皆さん、出てっちゃいました。さすがにもう、マジかですね。本当に面白いです。はい、コズです。はい、レンチャンでね、撮ってますけれども、今回はね、見ての通り、セイントセイヤ、ジェミニのね、サガサーガプレミアムセットです。はい、こちらをね、私双子座なんでね、はい、めっちゃドストライクなんですよ。これはねすっごい待ってたんですよね。うん、じゃあね、もう早速ね、もうどういう感じで入ってるのかね、3体入ってるのかな、2体でアーレスあれなのかな、まあ、とりあえずね、開けようと思います。この、魔法の人差し指でいきます。はい、ということでね、開封しました。こんな感じで入ってましたね。まず、サガのね、リバイバル再販版ですね。こちら、はい、リバイバル版、まあ、リバイバル版なんでね、パッケージとかほんとそっくりそのまま使ってますけど、初回のね、ギャラクシアンエクスプロージョンのエフェクトパーツはついてないです。はい、まあ、皆さんね、これ狙いで、家電量販店をね行ってね、速攻泣きを見たっていうのをね、2チャンネルで見ましたけどね。はい、すごい少量しか入荷しなかったみたいですね、リバイバル版は。はい、で、続いてこちらはね、まあおまけ的な感じになっちゃうのかな、強行アーレス、はい、偽りの仮面に隠されし悪しき野望の権化。はい、まあね、サガがね強行になりすましてた時のねあれですね。まあこれもね、台座とかがねリニューアルしてますね。前回の、EX じゃない方のねセイントクロスマイズの時の強行アレスもあったんですけど、今回も台座もすごい豪華になってますね。はい、いやこれはね期待できますね。うん、こんな感じだな。やっぱね、素体は入ってないですね。素体はこっちのとか、利用するって感じですね。はい、で、こちらが、ジェミニのゴッドクロス。はい、ジェミニサーガ、銀河をも砕く神のごとき剣、正義を貫く両翼の掃除。はい、まあね、左右非対称っていうね、珍しい感じになってますけどね。まあ天使と悪魔みたいな感じにしてるんでしょうね。はい、いやーかっこいいね。まあただね、やっぱねこのジェミニーはね、兜がね、で兜のデザインが、いまいちっていうね、よく言われてますけどね。まあ私はそれほどあんま感じないですけどね、かっこいいと思うけど、まあでもほとんどサガってカブとかぶらないよね。かぶってるシーンあったっけっていうぐらいの記憶しかないよね。ほとんど手に持ってるか、もうなんだろう、ほっぽってる感じが。まあ、ジルも飾るんだったら兜とかぶんないで飾るかな。なんか兜とかぶってる印象がないんだよな。うん、オブジェ形態もいいんだけどね、オブジェ形態で飾るとねあれなんでね、もう一体なくちゃいけなくなっちゃうんでね。はい、ということで、まあ、とりあえず、まあね、まあ、全部開けて
まあ、開封してね、ちょっとここに飾ってみましょうか。ちょっと時間かかっちゃうんでね、そこら辺をカットして、いきたいと思います。はい、やっと組み上がりました。いやー、もう全部組み立ての1時間半ぐらいかかったわ。疲れた。まあね、1個は、オブジェ形態、リバイバル版の方でね、RS 用に素体を組んだんで、余った部品でオブジェ形態にできました。はい、いや、初のオブジェ形態作りましたね。いやー、すごい神々しいね。で、アーレス、かっこいいね、このゴールド感すごいね。一応ね、座らせました。はい、まあ、一応ね、なんかこういう感じでね、ちょっとね、なんかあれですけど、いやー、いいね。はい、で、肝心の、ゴッドクロス、はい、一応ね、メッド状態、ヘルメットをかぶった状態でちょっとやってみました。いやー、かっこいいっすよ。やっぱヘルメットかぶっててもかっこいいよね、やっぱゴッドクロス。超絶かっこいい。いや、すげえ神々しいな。やっぱサガかっけ。いや、かっこいいね。はい、ちょっとあれ、紙付けたバージョンでちょっと飾ってみますか。はい、ということでね、ちょっとヘルメット状態から、乾燥してみました。はい、こちらですね。いや、やっぱりかっこいいな。いや、やっぱメットなしの方がかっこいいか。やっぱメットかぶってる印象ねえからな、サガ。これで飾ろう。決定だな。いや、かっけえな、ゴッドクロスのサガ。神々しいね、ほんとね。いやー、イケメンだしね、超かっけー。なんだこれ。いや、すーげー。いやー、これあいねー。この3体すごいよ、3体つかね。素晴らしい。いやー、ほんと素晴らしい。もうね、セイントセイヤ見るたんびに思うんですよ、双子座でよかったーってね。いやー、ほんとサガかっこいいわ。はい、ということでね、まあ動画的にはどうだろう、ドラゴンボールの動画より短くなってるとは思いますけど、実際か、自分がね、かかってる時間は一番長かったんじゃないかな。あのね、ゴールドクロスがすっごいぬめり系がすげえんだわ。油がすごくて、ツルツル滑るんだよね。だからもう、クロスつけたりするのにすんげえ時間かかった。ぬるぬるするしね、まあ、なんだろうね、なんでこう油ついてんだろう。油なのかは知らないけどね。ぬめり気 100% だったね。はい、ということでね、今回は、セイントセイヤ、セイントクロスマイス EX、ゴッドクロス、サガ、ジェミニのサガ
プレミアムセットですね、サガサーガの、開封動画、まあね、一応他にもね、セイントセイヤどうだろうな、開封することがあるかな、まあそういう機会があったらね、まあもちろん、開封動画させていただきたいと思います。まあね、これを見てね、セイントセイヤ好きの方いましたらチャンネル登録、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、言い忘れましたけどね、次回の予定ありましたね。次回はね、おそらく、アクエリアスのカミュ、サープリズですね、メイのクロス、そちらをね紹介していきたいと思います。それで3体揃うんですよね、サープリズの、シュラ、サガ、カミュと、これでねアテナエクスクラメーションっていう技がね完成するんで、そちらをね、紹介したいと思います。ではね、次回は、そちらの動画にてチャンネル登録してお待ちください。噛んじゃった。はい、ご視聴どうもありがとうございました。